フロントロー杉本、島田、清水、伊藤、松山、佐々木。隊列は複合に差し掛かりました。ホームストレート戻ってきて、スタートは切られました。スタート杉本修馬、いいスタート。2番手に清水栄一郎がついていきました。右サイドのドライバーがトップ2という形になった3番手以降なんですが、3番手には松山幸喜がついているか。3番手なんですけれども、どうか、あ、島田ですね。3番手には島田、4番手に松山、5番手に伊藤拓磨、このような形でしょうか。さあ、一台止まってしまいました。3コーナー立ち上がりのところ、再スタートが今切られます。5番手にはカラーリングからして藤井和也でしょうか。トップ7までが一段となって最終の複合へと飛び込んできます。杉本修馬、トップを取っても滝田慎之介の順位次第という形にはなっておりますが、絶好のスタートを切っていきました。さあ、その杉本と一心に戦っていた清水栄一郎、そして島田隼人、この3体が1、3、そして3コーナーのところで順位入れ替わっていきました。4番手に伊藤拓磨が上がります。4番手に伊藤拓磨、松山それを返していきたい。ヘアピンのところ、インサイド飛び込んでくる松山幸喜、4番手に浮上。5番手に伊藤、6番手に藤井、7番手に三島、8番手に佐々木、9番手に坂上。ほら、ここの後ろ、長い長い列ができている。滝田慎之介は現在13番手まで上がってきました。この瞬間にはどうでしょう。2周終了、坂中19番、滝田慎之介ポジションを上げてきます。13番手まで上がってきました。滝田慎之介、何としても上位まで上がってこなくてはいけません。最大のポイントライバルであります杉本修馬が現在トップ。長い長いこの決勝の間に上位に絡むところまで来られるか、必死の追い上げを見せる。第2集団の中でもヘアピンで入れ替わりが起こっていきます。滝田慎之介、木内修馬を倒しましてワンポジション上げてきました。複合からトップ立ち上がってくる。トップ3は変わりません。杉本、清水、そして島田、少し離れまして松山が4番手、5番手に行こう。その後ろなんですが、三島と1コーナーで藤井和也が前に出てきました。3コーナーではトップ3がずっと前、テールトゥーオフのままバトルを繰り広げています。トップ3のラップタイムは4番手以降よりもかなり速い状況。これは後ろをどんどんと引き離していくか。4番手には松山、5番手に伊藤、6番手には藤井、7番手に佐々木、三島はその後ろまでドロップをしてしまった。さらにその数台後ろに滝田慎之介が上がってきています。最終手前複合、飛び込んでいったのは坂上か。坂上マップが上がってきた。カーナンバー11番坂上、8番手まで上がってまいりました。さすがさらに1コーナーのところで入れ替わっていった。トップ3も目が離せない。トップ3も目が離せません。現在バトルをしているのはトップ3と、そしてその後ろ4番手以降の長い集団のうち後ろ半分、かなりのバトル。さあ、そしてトップ争いも入れ替わっていった清水栄一郎がトップに浮上。清水、杉本、そして島田というふうにオーダーの方は入れ替わりました。第2集団の中では滝田慎之介もまたまた上がってきた。これは大事な状況になってきた。17番でスタートの滝田慎之介、さあこの瞬間にさらに上がってまいりまして、現在9番手です。9番手です。トップ争いはまたまた杉本に変わる。ここの真相バトルがきっと最後まで続くでしょう。問題はこの3回でやり合いすぎると4番手の松山幸喜も参戦してくるということです。さあ、杉本修馬、またまたヘアピンのところでインサイド取りに行く。カデットクラスのドライバーに様子を見るという自主の言葉はないのか。ガンガンやり合ってます。松山幸喜もいまして、トップ4は
全員チャンピオン候補、複合芝田隼人インサイド、清水栄二郎と共に立ち上がってくる島田、清水、杉本、そして松山がここにと近づいてきた。伊藤、藤井、佐々木、その後ろに滝田慎之介が上がってきました。滝田慎之介8番手まで浮上。これはまだまだわからない。6周中には7周で決勝ポイントは3分の1が終了。まだまだこれからといったところ。トップ集団は4台になりました。松山パークが完全にトップスピードを捕まえた。5番手争いが5台になっています。5番手争いが5台、そして10番手争いがまた5台となっています。4台、5台、5台のバトル、各所で激しいものがあります。トップ4もやり合っているし、その後ろ5番手争いもやり合っているし、ただこの4番手と5番手の間には2秒以上の差がありますので、ここが縮まっていくとなると、横のトップ争いが激しくなって、5番手争いが落ち着いてということにならないと縮まってこないのではないかと思われます。現在トップ争い、島田隼人が引っ張っています。杉本も清水も様子を見ながらも、今シーズンともに西地域を戦ってきた相手同士、そしてこの全日本カデットクラスに出る前から各地の SL レースなどで顔を合わせているドライバーたち、さあ杉本がここで仕掛けた複合インサイド飛び込む。清水栄二郎も行きたかったが、その間に島田隼人が入る。立ち上がってきて後ろを振り返ったのは3番手の清水です。4番手の松山は祈るように体を伏せていました。さあ5番手の飛びは伊藤滝は無人のインサイド飛び込む。その後ろからついていったのは滝田慎之介、これはうまい。後ろから佐々木も行きたい。さらにインサイド星敦が飛び込んでくる。かなりの入れ替わりがあります。5番手争いです。そしてトップ争いも清水栄二郎がヘアピンで入りました。2番手入場。その後ろでは滝田慎之介がついに5番手まで上がってきました。滝田慎之介現在5番手。しかし5番手ではチャンピオンを獲得することはできません。さあ何としてもトップ4を捕まえなくてはいけない。しかしその滝田の前に伊藤拓磨が立ちはだかります。最終セクション、伊藤拓磨がまた前に出てまいりました。これはどうなるのか。トップ4はいずれもチャンピオン候補、そしてチャンピオン候補5人目ライバルトップの滝田は現在そのトップ4から遠く離れました第2集団のトップにいます。なんとか前のドライバーに追いついて少しでも距離を上げないと厳しいものがある。さあそんな滝田の追い上げを知ってか知らずか、トップ4はまだまだやり合っていまして、今度は清水栄二郎が前に出てきました。松山幸喜もそろそろ動きそうですね。久保やはり飛び込んできた。松山幸喜やはり飛び込んできた。松山これで3番手入場。今シーズンはカデットクラス東地域は滝田慎之介が表彰台を重ねる一方、西の方は結構割れました。それを象徴するかのようなバトルが繰り広げられています。3コーナー、今度は島田隼人が前に出てきた。島田隼人が前に出てくる。島田隼人は第2戦高山のウィナーです。清水栄二郎がそれを返していく。ヘアピン立ち上がり。清水栄二郎今シーズンまだ勝ちはない。3番手の松山幸喜はこの前の鈴鹿でのウィナーです。さあそんな鈴鹿の声バトル、後ろから杉本修馬もまだまだいけそうですが、もうちょっとこの複合で遅れたか。トップ3と4番手との間に少し隙間ができました。しかしこれはまだまだ問題ないでしょう。5番手には滝田慎之介、そのタイムギャップ、4秒です。前のドライバーから4秒、これは大きい。お滝田にとっては前がとりあえずやり合ってほしいといったところでしょうね。そして滝田にとって一番怖いのは杉本修馬ということになっています。さあこの杉本修馬は現在4番手。さあ杉本が4番手で滝田が5番手だとすると滝田の方に軍配が上がりますが、しかし松山が2位以上だと今度は松山にチャンピオンを持っていかれることになります。うわ微妙。トップ清水、2番手に松山、3番手杉本、4番手島田、そして5番手に上がった高田慎之介は先ほどから伊藤拓
馬とデッドヒート、前を追わせてもらえません。1コーナーでまた5番手に浮上してきましたが、後ろは依然としてついたままです。伊藤拓馬、そして佐々木春人、星杏樹、藤井和也というオーダー。現在12周終了しています。帰ってくると13周終了、残り周回数5周差。ここで松山が一番飛び込んだ。立ち上がりはどうだ。最終コーナー横並びで出てくる松山幸喜トップ浮上。松山幸喜トップ浮上。しかし1コーナーで清水栄一郎が入っていく。後ろから杉本、島田もついていく。松山アウトサイドから戻れません。4番手ストロップ。杉本はその勢いで3コーナーインカー飛び込んでいく。島田はちょっと遅れた。杉本トップに浮上。シーソーバトルが続く。バトルに出ますよ。この5番手たちが新幹線にとってはありがたい展開となりますが、残り周回がだんだんと減ってきました。さあこのカデットクラス、がぜん西地域のドライバー主導でチャンピオン争いが繰り広げられていますが、第6号今度は清水栄一郎が入っていった。清水栄一郎入っていった。3番手に島田、4番手に松山、まさにシーソーバトルです。残り周回数は4周。滝田は後ろを引き離した。ここでようやく後ろを引き離したが、前の集団とは3秒差。滝田新之助のラップタイムは45秒9とバトルをしている前の4台よりも明らかに速いが、残り4周ではちょっと苦しいか。さあこれはもう前のバトル次第ということになりました。ヘアピン、清水栄一郎入る。後ろから島田もついていく。この4台、お互いの顔も性格も手の内もしっかり分かっているドライバーたちです。島田早く入る。4台が4台ともチームも違います。西地域のカレットドライバー。さあ島田の後ろから杉本が今度は1コーナーインサイド飛び込んだ。これは難しい。滝田は5番手、韓国に立って前を追う。滝田5番手だと121ポイント獲得ということになります。121ポイントを取ろうと思うと杉本は3位以上、松山は2位以上。島田と清水はちょっと苦しいという状況になってきた。島田と清水はチャンピオンはちょっと苦しいという状況になってきた。現在5番手、滝田新之助、ここで121ポイント獲得されると、あと可能性があるのは杉本と松山という形になっています。最終コーナーから立ち上がってきて、順位争いもポイント争いも佳境に入ってきた。残り周回数が2周。さあそんなことより何よりもこの東西同一戦という大舞台での優勝が欲しい各ドライバー。杉本修馬は今シーズン琵琶湖と、そして御殿場で優勝を飾っています。清水はまだ優勝はない。その清水栄一郎入っていく。島田隼人もついていくかどうか。アウトサイドから杉本が2番手入場。清水初優勝なるか。島田隼人は中山以来ということになる。松山幸喜はこの前の鈴鹿に連続ということになる。この優勝、チャンピオンはさておいて、まずは目の前の優勝。残り周回数は1周。ラストバトルに入っていく。清水栄一郎インサイド、これは守りのライン。杉本はスピードが乗っている。これだと3コーナーで入れるか。清水栄一郎もそれを意識をしている。となると杉本アウトサイドからスイッチをしてクロスラインスライダー。杉本入った。杉本修馬入った。立ち上がって今度はヘアピン勝負。杉本は今度はインカーを守るでしょう。アウトサイドから清水行くか。島田はインカー狙い行った。松山もそれについていく。滝田慎之介が近づいてきた。滝田